コメントどう？こっちはこっちへえー、ですコメントあごる。ーい。なるほど。やかましいコンビ登場だって。ふた、ふなかの二人やって。ん？ふなかの二人って。懐かしい。懐かしすぎん。こんにちは。こんにちは。今日もチャームポイントは初見です。今日のチャームポイントはベビーフェイス。ベビーフェイスです。 バカにしてるやろ。バカにしてるよ。頑張ってください。ありがとうございます。こんにちは。スギチル配信来たとって。スギチル？てかスギチルどうなってんの？ちょっと待ってね。今杉山さんを取り込み中です。できたー。はい、何？寒い。え、寒くない？今めっちゃ暖かい風来てるで。なんか肩パッド入れてる。え、肩パッド入れてる。そう。何？じゃあなんかこういうデザインなの。ジャパンの人にちゃんと見せてあげて。ほらほらほら、肩パッド入ってる。肩パッドじゃないよね、ほら。ほら、かわいい。かわいい。かわいい。スギチルは自粛中ですって書いてある。本当に。楽しい。フォローしました、ありがとう。バブリーって言われた。バブリー懐かしい。寒いだされ、一言。エアポッツケースです。はい。さ、え、何それ、エアポッツ？エアポッツケース。ワイは透明。変えたの。最新だ。プロに。ね。そう。こういうやつです。この、これです。こんにちはバブリー杉山だった。アイカも書かれたバブリーって。成人式おめでとうだって。あ、ありがとうございます。こんにちは。こんにちはばっか出てくる。こんにちは、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 こんにちは。めっちゃ音入ってくる。あ、なんかさ、アイカのやつさ、うん、そもそも声が出ないからエアポッツしなくてよかった。なんで？なんで声出ない？わかんない。でもいつもはそれで出るんだよ。なんかめっちゃちっちゃい、なんか。え、あれめっちゃ耳から聞こえるよ。なんで？あ、設定あんのかな。え、それはエアポッツ入れてるからじゃなくて？あ、そういうことか。いや、なんか音、ちょっと音勝手に消えてるの、消えてるかなみたいな。何かな。面白い。お隣にいるの？だって。お隣にいます。お隣におります。とっ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 と。配信待ってました。ありがとう。大人の太田さんとティーンの杉山さん。実は年下。いえ。実はでも見た目からするとね、アイエンの方が年上に見える。だってほら、本当に成人してるのか？はてなって言われてるよ。え、でも成人してるよ。え、もう二十歳？まだ19？二十歳ですよ。二十歳？見えんわ。まだ18でしょ？うん。若いなぁ。いいなぁ。いいえ。いい。いいんじゃない。まあ若さ、早生まれは武器ですからね。うん、早生まれね。でも、あれだね、お酒飲むのみんなよりちょっと遅いのがあれだけどね。いや、でも30ぐらいになった時に、みんなが30代の中、私はまだ29ですって言えるから、まあ、そこはちょっとね、まだまだ先やで。あのすって感じなんですけど。ラストティーンです。いいね、カメラ割れてないと綺麗で。あ、いかめっちゃボケてない？カメラが。そう。ここがさ、割れてんだよね。あっという間やで、だって。確かに。あ、ちょっと綺麗になった。確かに、アイエンも今度おやりギフト入れてほしい。楽しそう、一緒にやったら。何それ？あの、ギフちゃんのね、番組運営変わったの。いつもさ、ギフ県の地元ですっていう。ラジオの方、テレビの方？テレビの方。ラジオはそのままやけど、
テレビはおねだりギフトって言って、うん、あのギフトをおねだりするっていう番組なんだけど、いいな、でもさ、おねだりするにはさ、やっぱ何かしなきゃいけないじゃん、はい、なんか、うんうん、何かして待って、あのさ、目の前に私いるよ、知ってる？なんでそんな横見んの？横見るからさ、横見て喋る、うん、ほんで何、なんかやっぱ人の顔見て喋るじゃないですか。だからもうずっと横見ちゃう。で、何ですか？で、うん、罰ゲームをするってこと？罰ゲームないないない、いや、俺なりするじゃないない、くださいみたいな、うん、でもその代わりじゃこれしてくださいみたいな、これしたら、うん、あげますよみたいな。これしてください、誰が言う、考えるの、ミッションみたいなのをもらって、ルカさんが考えるの？うん、アイカとルカさん WMC 体制など、だまあ一人ずつやけど、前 MC、うんうん、大学で一人の時にアイアイがゲストとして出てほしいなっていう。おー、え、2人でやってるんじゃないの？今2人だよ。え、交互って言ってたんだよ。そう、交互。じゃあルカさんじゃない日もあるし、アイブレじゃない日もあるしみたいなこと？あ、そうそう。あ、そうなんだ。まあ、スケジュールとかによるけど。へぇ、いつもは 何する代わりに何してんの？大体何する代わりに何してんの？何する代わりに、え、前はお米、うん、お米をもらう代わりに稲刈りを手伝う、うん、あ、あれなんだ。じゃあ岐阜のところ、いろんなところ行くのは変わらないんだ。そう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 、そういう感じでございます。じゃあ愛香何しよっかな。時でうん、いっぱいお買い物する代わりに、どっかで2時間ぐらい、うん、あのバイトする、その次の中の店舗で。どういうこと？はい、好きなものもらえる代わりに、あのいっぱいいろんなものお買い物できる代わりに、あの時のどっかのお店で、あの、うん、バイトする。あ、なるほど、いいね。よくない？確かに。働いてバイト代みたいなもんね。あ、そう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 。なるほどね。え、トキのアトリエ行ったことある？あるよ。おお。車でも行ったことある、アイカの自分の運転で、ね、あそこなんかさ、景色めっちゃ綺麗じゃない、入り口のところ。わかるね。でもうちらバイトしたことないからね。それな、バイト経験がないから。一回一回本当にバイトしてみたいの。そう、ファミレスとかでやってみた。え、職業体験とかしんかったの？違う。職業体験、アイカ温泉だった。温泉、うん、銭湯の職業体験した。なんでそれに希望出したの？じゃあ第三希望まで決めれるやん。じゃあなんて言うんだろう、その別にどこにどこ働いてみたいってことじゃなくて、うん、友達と離れたくなかった、なんかは、みんなね、で3人グループで、うん、でその離れないところってなったら温泉で、たまたまで銭湯で接客してで銭湯お風呂掃除やろ。そうだよ、お風呂掃除もたまにした。でも基本で、あのあれ普通に入り口で鍵、うん、あのロッカーの鍵とかを出す係とかしてた。おもろ。なんかレジ打ちに憧られる。わかる、ね、でも最近レジ打ちしないでしょ、もう、ね、ピで済ませるくない、ね、勝手にさ、なんか今ショッピングモールスーパーとセルフだよね、うん、もうあのピーとかやっただけで、まあ、で会計お願いします、ね、ていうかさ、普通に荷物置くだけでさ、測るやつもある、ね、あ、測るやつもある、やばくないよね、なんかすごいなって思う。出てわかんない。だってあそこもじゃない、なんかさ、ユニクロとかかな、GU か忘れたけどさ、うん、こう袋の中にプッて入れただけでさ、うん、なんかもう名前出るくない、なんか、あ、そう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 、GU だ、GU、 すごって思って、びっくりした、あれ。いやすごいよ ね、マジで次、すごいっすね。建設業どうだって、あ、いや、建設業、やだー、いや、じゃなんかさ、本当に私なんか図工とかでノコギリ使うじゃないですか。 あの木が舞うじゃん、うん、それをこうやって、うん、私のって本当に繊細で、マジで本当に繊細、なんかこうやってノコギリ切って木が舞うから、まあ、掃除するじゃん、こうパッパッパッって、うんうん、パッパッパッってしてるだけでもなんかもう誘ったぐらいに痛くて、自分でなんか本当に繊細なの、手がなんか手が片付けるものじゃなくて、ホースになっちゃう、ピン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 ってやるもんじゃないから、えっみたいな、いったみたいな、血出てなくないし、うん、何も無傷なのに、なんかチクチクするみたいな、そう、痛いの、それも手が本当に敏感で、あ、無理だって思った。やばすぎ。うん。トラック運転してそう。
でもさ、あれ、あれマニュアル取ってみたいんだよね、なんか、スポーツカー乗ってみたいもん。ああ、確かにかっこいいね。なんか1週間ぐらい取れるって言ってたからさ、車高で。ああ、大人取ってる人はってこと。そうそうそう。だから、え、取りたーって思って。へえ、ありえばね。素晴らしい、あの運転をされているので。あ、そっか、ドライブしたよね、一緒に、夏に。懐かしい。懐かしい。でも結構この前はね、緊急事態前に一緒に友達と、うん、夜景見に行こうってなって、うんうん、結構走ったね、愛が。そう。なんかその子はずっと東京にいたから、久しぶりにな、愛知をこうなんか、まあ、電車も使いたくないから、車でって言って、ドライブしてて。楽しかった。鬼寒かったけどね。確かにね。そう。いいやん。ねえ、エアポッドする今。してな。してるね。でもそれ撮ったら多分、あやめる聞こえるくない声。ほら。何これ何これなんか、あやかのやつ聞こえないからいいんだけど。多分それ無理だよ。もうちっちゃくしてみ。ほら。ちょっと一瞬。あれなんか。あ、やばい。あ、間違えた。間違えた。アイアイさん大好き。いや、もう一番小さくしてんの。いや、もうやめて。エアポッドしてまでで。うるさい、うるさい。ごめんなさい。ごめんなさい。え、消えないんだろうね。消えないんだろうね、きっと。とか。止まってきますけど。待ってばいいんじゃない。え、アイコン止まってる？うん、止まってない。ま、戻るやろ、すぐ。はいやい。手振ってるよ、やめろ、ずっと。なんで？アイアイの方切れたんですけど。一回抜けたら、じゃあ。一回もう一回さ。え、やっぱりアイアイが無理。アイアイが無理。消えたら、一回手や。ちょっと待って、こっちにしよう。あ、来た。来た。え？え、あやかのだけらしい。もういいや。動いてるらしいの、普通に。あ、そうだな。ならいいか。うん。まあいいや。あやかのは見えないだけで。これ、太田さん、助手席でナビ担当じゃなかった？だって。何担当？ナビ担当。ナビ担当でしたよ。全く使えなかった。おーい。おーい、やめなさい、やめなさい。なんかさ、ガソリンスタンド6軒ぐらい行ったよね。うん、音消えた。エアポッドしてるからでしょ。うん。エアポッドしてたら音消えんの。小さくしたら。でも本当は聞こえてんじゃない？ちっちゃく。え、聞こえない。じゃあいいや、これで。うん、これでいい。まあ一応エアポッド しないとあれ。アイアイがいない。適当やろ、適当。ナビ。ナビに不満。やはりじゃないから。ちゃんとできるから。だってガソリンスタンド5、6軒回されたよ、アイカ。いやでも、あの時間はやっとらん。じゃあでも、いや、多分やってる、やってるやってるって言ったらさ、終わってるみたいな。そう、やっとらんわ。ないわ、どこにも、あの辺は。うん、ちょっとあれやん、田舎やん。ちょっと田舎やん。いや、結構もう、近かったよ。もう、めっちゃ都会だったよ。そうだっけ？うん。いや、もうすごいのどかな街やったで。通り過ぎてから今のところ曲がるとこだったって言いそう。いやでも、ちょっと時差あるやん。車のさ、やつとナビって。うん、それはもうしょうがなくなっちゃうな。え、でも借りたあの車ちょっといいやつにしたじゃん。うん、え、だから普通になんか、うん、ナビの他にも、うん、このメーターがあるところの横にナビがもう一個ついてて、そのナビが優秀すぎた、あやめろより。おい、やめて、ちゃんと使って、私を、優秀な私を。止まった？止まったって来たんですけど。ほんとだ、画質が夢ついてきた。え、私？いや、うん、あやか動いてる、映ってるけど、カクカクしてる。え、動いてます？あ、止まってないらしい、よかった。暗い暗い。見えてる、よかったです。
ハイアイは牛タン麺食べたことあるって。え、仕事で1回。仕事で？え、何の仕事？激辛ラーメンの、あの、普通にあの結びで、あーで牛タン麺やったの。え、もうね、その牛タン麺のメニューにない、あれでしょ、デス、デスなんちゃって違うよりも辛いやつをなんか食べた。そう、なんか鬼マークみたいなやつでしょ。そうだけど、なんかそれよりもなんか番組特別にみたいな、あ、もっとさらに、もっと入れられて辛いの得意やからってこと、うん、ば、なんか罰ゲームみたいな。食べたちゃんと。え、なんか初めて、うん、私結構、うん、嫌いなものでもテレビだったら我慢して食べる方なんだけど、うん、初めて体が拒否したの。でもマジでこっから動かなくて手が、うん、でも体が本当に拒否し、初めて経験した体が拒否してるっていうのもうね、やけどレベルじゃない、もう、もう入らないぐらいに無理で、うんうんうん、なんか本当吉村さんもなんか初めてこんな辛いの経験したみたいな、うん、そう、あの、なんだっけ、うん、あ、ありがとうございます、ゆいぴーさん、うん、もうなんか初めてこんな辛いのだったみたいな言って、うん、それぐらいなんかすごい無茶なことされました。やばの面白かったけど、うん、でもあの時の放送めっちゃ神やったって。辛いのあるやん、確かに。今日牛タン麺できたよ、いいな。牛タン麺来た。牛タン麺ってトラウマなんですよね。やめて、絶対美味しいから。普通のやつ美味しいよ。いや、分かる、美味しいとのは分かるんだけど、どうしても思い出してしまう、うん、私は。ああ、あの味が来たら。そう。お腹すいた。アイアを連れて行こう、そうですね。あ、一回でも行ったんだよ、牛タン麺行こうって言って、うん、車で行ったんだけど、うん、あの、なんていうの、あの、ああいうところってさ、夜めっちゃ混んでるじゃん、うん、混んでる、混んでる、深夜ラーメンみたいな、別に、うん、深夜じゃなかったんだけど、うん、なんか行ってめっちゃ並んでて、やめた、うん、鬼並んでた、そう、鬼並んでた。二人でバンジー飛んでほしい。食べたい。誰かあれより、あの、違うしたい、スカイダイビング。あの、スカイダイビングね。スカイダイビングは、なんか、楽しそうじゃない？バンジーはなんか。いや、バンジーも自分からじゃん。そう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 。だしさ、落ちて終わりじゃん。うん、なんか、抵抗がないじゃん、風の、うん。バンジーはまだ風の抵抗とかあるから楽しそう。うん、頭から離れん、この歌が。本当？ディリリディリディリディタタ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 みたいなでしょ？え？何歌いの曲？なんか女のアイドル。待って、無理無理、そんな情報で。おお、やだな。え、やだじゃん。ディリリディ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 、待って、CM 曲だった。え、分からん、でも結構有名よ。女のアイドルって言ったら笑われた、うん、一瞬マックのポテトの音かと思った。デデデデデデデやん、やめて、やん、止まらない。あー、おもろい、本当に。高所恐怖症じゃないや、だって。高所恐怖症ではございません。あ、いかも。てか、ジェットコースターとか大好き。え、やったー。高所恐怖症じゃないね。高所恐怖症じゃ絶対乗れないね。あいかは、あの、うん、なんだろう、なんかさ、細い、狭い、高いところは無理。なんかさ、黒板、教室のさ、後ろってさ、黒板あったじゃん。後ろにも黒板あったじゃん。うん、で、ロッカーがあってさ、登れたじゃん、あそこ。うん、あそこ、ああいう狭いところは無理だった。わかる、言いたいこと。あそこにいるのが無理。あそこの上に立つのが怖かった。なんで立ってんだって話だけど。ダメよ、立っちゃう。ダメよ、立っちゃう。なんで立ってんだ。掲示物貼るみたいな。ああ、それも壁に、ああいう時に貼る、立つのは分かる。そんな感じで。絶対なんかやっとったやろ。おい、お前らみたいな感じで。支配してるよ、立って。でも、ね、ああいうところは怖かった。確かにね、狭いもんね。そうそう、狭いから、そうで怖いの。低いかもしれないけど、ちょっとなんか、うん、落ちたら
怖いなみたいな。そう東京タワーとか大丈夫だけど。無理無理。おもろい、ほんと。確かに。立ったことないぞって言われた。そんなないよ。そんなないよ。え、嘘だ。なんかさ、椅子の上は大丈夫。椅子の上？うん。机の上も大丈夫だけど。近いからじゃない。じゃあまあまあ高さあるやん。もう机の上も大丈夫だったんよ。けど、黒板の、あの後ろの黒板は無理だった。そこ限界ね。そこは無理だった。脚立は？え、脚立は大丈夫だろ。え、脚立こそ怖いか。へえ。なんか。でも持っててほしい。確かに。支えが。支えなくて登ったことはないかな、うん。スキーのリフトは大丈夫だったか。あ、好き好き。あそこも大丈夫。でもなんか落ちる人多分いるよな。そうなの？いや、後ろのリフトとか。いやでもなんか靴とか落としてさ。なんか落ちてる人見た。ひゃ落ちたみたいな。帽子とか、あ、そういうの落ちたみたいな。でも、あ気がする、なんか、あやか。おもろい。やだ、落ちてるみたいな。まあでも、どうせ降りるからね、好きで。その時に切って取れば。ね、確かに、確かに。絶対あると思う。じゃあ、今年したいこと。今年。今年じゃあ、普通にまあなんか、コロナが落ち着いてる体で。で、そうね。で、あの、まあ、するとしたらどっかそう行けるとしたら何したい？アイエの運転で。アイからの。そう。京都とか神戸で。自分の運転じゃなくて。え？自分の運転じゃなくて。しないしない。じゃ行き帰りにしようよ。しないしない。危ない危ない。今とこアイエの運転で京都とか神戸の美味しいものを食べて行きたい。ついでにユニバーも行きたい。なんかさ一泊二日行きたい。そう。でついでにユニバーもいい。一日目にユニバはちょっときつくない？京都神戸って大阪もこうだ三角形行ってるよ三角形いいじゃん今日さすがにそれはちょっと難しいまあだから2泊3日とかになるそうだね1泊2日だったら神戸京都行ってピュッて戻るそう美味しいもん確かにいいねじゃあガソリン代と高速代もよろしくお願いしますそれはもちろんですねそれはもう当たり前ですよもちろんタクシーやそんなタクシーですか運転手さんですかねそんな感じですね。アイロンって大丈夫なの？でも高速とか全然ビュンビュン行っちゃう。ビュンビュン行っちゃうよ。あの、高速とかも。右車線行っちゃう系、アイカ。あー。そう。アイカはナビタン、どうで頑張ります。はい。任せてください。じゃあ、あと誰誘う？野島。あー、あり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 。コノの。まず飲めてや、それ。マイク一緒や。同じやん。同じやん。やばい、ハンドル逃げると性格変わりそうって言われた。でも結構安全運転だったよね。まあまあ、でもちょっと怖い。ちょっと。前回は、一回ちょっと事件があったから、やっぱあの、そうね、煽られた。ちょっとおごり気味だったら。じゃあ、あっちが煽られたし、私が煽られたしっていうのもあるな、あれは。そうですね。まあまあ、でも運転には性格がやってもね、気をつけながら運転をしたいなと、そうね、思いますね。運転すると口悪くなる。なるよ、絶対。いや、プは幼いもん、プは。幼いね、もう。でも、一旦、あいえ、表情から入る。あ、やばい。やばい、切ってるわ。やばい。むしろみんな、やばいから。あいえ、今。ちょっと聞き悪いからみたいな。いや、じゃあそれは、あの、違うよ。それは私に原因はないよ、マジで。ないですね。そう、私に原因はないですね、本当に。もう、やばい、想像できるって言われちゃった。まあまあ、私盛りましたけどね。私は盛りましたけども。はい。ああ、おもろい、本当に。いや、でももうすぐ私1年ですからね、免許取る。おお、初心者マーク取れるじゃん。そうっす。怖いわ車欲しいっすね車欲しい全部欲しいの普通車でも普通車うん黒の、うん、なんかいかついのが好きなんですよなんていうのなんかそれこそさじゃあなんていうのそのさ女の子はやっぱ丸い系の車とかさ、うん、K とかさ、ね、そう、うん、だけど私は結構なんか
はっきり形したのが好きで、うん、SU なんかわかる SUV っていうか、なんて言うんだろう、ちょっといかつっていうかさ、かっこいい系、うん、がすごい好きだから、なんかそういうの乗ってみたいなと思う。黒か、うん、オープンカーがあってだって。え、そう、オープンカー、でもオープンカーってなんかさ、私も海辺をオープンカーで走るのすごい夢だったんですよ。たまにね。めっちゃかっこいい。こんなしかも今多分映ってないですけど、ちょっと足こうやって乗せて、今海辺でオープンカーで走るの。どこやって。やめてやめて、この足組んでんの。しかも僕が見てるから。海辺で。さすがですわ。アイデアしかそれはできないわ。それがまあ夢だったのね。そう、なんかサングラスして、うん、エンゾイっていう、うん、基本前もね、夏の時もサングラスしてたけどね。もうかき氷、かき氷手に持ってやめてやめてくれ。ちょっとあれがサングラス取ってくる眩しいわ。やばいやばい、気合入る。気合入ってきたな。夢だったんだけど、うん、よく考えてみて、うん、まあ、夏 の, その海の近くはいいけど、うん、なんか そ,、まあ、それこそ名古屋もまあいいとするじゃん、東京とかも、うん、なんか、うん、例えばよ、うん、まあ、実装ってるわけじゃないんですけど、うん、岐阜とかのちょっと、まあ、田んぼとかがあるところで、うん、サングラスしてオープンカーはちょっとダサいなと思って。待って、岐阜も境目とかあるやろ。岐阜も境目とかあるやろ。やめて、田んぼだけじゃないからね。岐阜県民も怒ってるからね。でも、でもアイスもあるやん、のどかの場所。いやでも、ちょっと私の周りはちょっと想像できないんで、うん、私の周りはまあまあいけるかな、100歩譲っていけるかな、まあちょっとやめて、岐阜ほどではないですけど、スカイトアピールやめて。ね、って思っちゃって、うん、まあ、なんかレンタルぐらいでいいかなと思ったの。そのなんか本当にちょっと海辺とかそういうのをする時に、旅行とかそういう時にちょっと奮発してオープンカーならいいけど、うん、ちょっとさすがに普段使いは難しいなみたいな感じですよね。なんかまあそう、私服でドレス着てるみたいなもんじゃないですか、もうそんな、ね、もうテレストだもんね。そうだからちょっと、うん、そうですね、うん、普通に来るだからもう堤防沿い走ってくる。やばくない？マジで何を言う？何を置くのみたいな。おもろい、ほんとに。やめて、都会 VS 矢田とか書かれてるけど。矢田じゃないからね、やめて。めくじゃないから。いや、でも、あやめろは、なんか、何、後ろに薪持って、薪切った、あの山で、自分で切った薪を背中にしょって。やめて、姉ちゃん取ってきたよ。二宮金次郎みたいな、知らない？三次郎？二宮金次郎っていない？あの学校に、小学校にさ、銅像あるじゃん。あれそれ、岐阜だけ？え、何それ？え、ありますよね、二宮金次郎のさ、都市伝説みたいな。え、絶対知ってる。それ岐阜だけ？炭治郎じゃないの？え、知らない、炭治郎って言うの？決めるそれ。炭治郎もさ、え、あるよね、あるよね。それ岐阜だけ？それめっちゃ有名だよ。知らない？え、あのメガネのやつ？メガネじゃない。え、いつも本読んでこうやって、あ、そう、本読んで後ろに巻きしてするって。なんか図書館にあったわ。え、なんか銅像立てなかった、中学校に。学校にはない。全国にあるよ。やっぱそうだよね。中学校にあったって。小学校にあったの。で、なんか都市伝説があって、うん、後ろに巻きを背負ってるね。で、多分24か25本ぐらい背負ってるんだけど、なんか日によって24本だったら25本だって。夢と伝説がある。くだらん。ちっちゃい子で小学校からずっと気だなん、気だなん、ほんとに恥ずかしいよ。もう炭治郎もじゃん。全国にある。それは鬼滅ね。え、鬼滅見てる？え、見たよ、全部。漫画で最終話まで読んだもん。待って、私まだ読んでないから言わないで。行ってあげようか。やめなさい。え、どこまで行ったんだっけ？え、ここだ、あそこ、忍ぶのところ行ってない、まだ。今、14巻かな。え、じゃあ、無一郎がいる。無一郎が出てきて、誰？無一郎って。え？時と無一郎。あ、黒いさってみんな黒いか。え、わかんない。あー、わかったかな。え、水の呼吸の人？あれ違う、ミチロだから。あ、違う、蛇の人？蛇じゃない。あ、何の呼吸だっけ。何の曲だっけ、時と無一郎。風だっけ、なんだっけ、忘れちゃった。え、あれだよね、感情がさ、ない人だけど。そう、感情ない人。心許した？ん？心許した？心許した、うん、ちょっと待って、なんか言わないで。
霞だ霞いや違う、でも、もうやめましょう、ね、最終話まで最終話まで読んで全然知らんやんって言われて、じゃあいくさ、あら、読むまではいいんだけどさ、うん、読んだ後すぐ忘れちゃうの、うん、でも言わなくて、でも今、進撃の巨人読んでんの変わりすぎるでも終わったから、私の中では全部読んで終わってるから、進撃の巨人読み始めて、進撃の巨人ね、あれは技術改正、あれはもの読みたいけど、私買う派じゃないんだよね、借りる派なんよもう友達に借りる派なんで、もう極力お金は払わない、なるほど、いいですね、あれですよね、五条悟るみたいな人いません？記述解説。お前読んでない、読んでないから。物語も知らんもん。あやかも分からない。そんな人がいる。でも進撃のもう最後まで来たあやか。記述解説みたい。間違えんな。分からんもんそこら。もう分かんないかも。あ、進撃はね、私もう27かな。で、うん、27まで借りてて、で、28から、うん、で、今32ぐらいまであって、で次がもうほんと最終巻なんだけど、それはまだ6月かな、発売が、最後の1個前まではとりあえず買ってあって、まだ読んでないけど、そうそんなんかもうアニメ進撃いいよ、鬼滅だけめっちゃハマったの、エイコはめっちゃ逆だった、何もう雪走ってる時点であ、無理、なんで雪めっちゃ走ってたよ今やめてくれよ、ちょっと怖かった、もうほんと開始1分ぐらいで、なんかアニメ好きじゃないからあんまり自分がね、あ、多分私無理、見れないなと思ってずっと諦めてたけど、漫画読んだらハマっちゃって、ちょっとハマっちゃってそう、最後まで読んじゃったの、もう号泣しながらみたいな、大変ですから、そんなこと思わないけど、僕とかめっちゃもうね、いや、ほんまにみたいな感じで読んでた、やば結局ハマるっていう、うん、あ、おもろい、あれ、ジャイアンやんって言われてえ、キングダムは、え、キングダムは、映画は、もう映画はもうめっちゃハマった、でもね、漫画あるから、しかも続きやるもんね、そうなんだ、そうそうそう、え、映画でも、映画も続きやるよ、そうなんだ、そう、なんか超楽しみ、なんか女の子出てきますよね、4回ぐらい見たけど、もう忘れちゃった映画、キングダム、でもめっちゃ面白い、キングダムはめっちゃ好き、うん、どういうやつだっけ、え、見てない、映画見た、4回ぐらい見たけど忘れちゃったなんかあれだね、なんか影武者だよね、そう、なんかなんだっけ、村、あ、森、あ、森、森、村人みたいなやつと弟だ、仲間って長澤まさみの弟のやつか、そうそう、思い出した思い出した、俺は天下統一を取るみたいな、目指すみたいな、そうだそうだ、面白いですね、面白そう、アリアは鬼滅で推しメン誰だって、鬼滅で猪之助じゃあ、じゃあ、え、じゃあ、アイカのこの携帯のフラ見て、裏面ちょっとさすがに見せよ、ほら私の携帯のじゃーん、これ裏面、ここか、ほら、すごい、ちょっとさ、防塵ってこういうシールをつけてんのすごいじゃん、すごくない、よいしょ、え、なんか、アニメじゃないから、うん、声がわかんないじゃないですか、うん、で、その中で、なんか猪之助が、ごめんね、弱くって、みたいな、カタカナで、うん、アニメじゃなくて漫画で書いてあって、うん、じゃ、なんか、愛子はそれをすっごい、なんかプーさんみたいな声で再生されて、私はいや、そのあ、そうそう、ごめんね、弱くって、みたいな可愛い声で再生されちゃって、可愛いみたいな、あまり可愛いってなって推し目になった、勝手に自分で推し目になってるね、そう、そして映画見たら、あれみたいな、全然違うね、薄やんみたいな、アニメ知らないのか、アニメ知らないから、無限列車だけ見てみたいな、そう、全部漫画を見てから、無限列車から、うん、だから声も初めて知ったし、炭治郎とかみんなのうん、マジで、え、まあ可愛い、でも可愛い、なんかなんかツンデレじゃないけどさ、なんか、うん、いつもツンツンしててさ、けど、そう、なんか仲間とか思ってるところ、ね、なんか心が変わるみたいな、ね、優しくなるところがもう可愛いね、みたいな、ね、でも親として見ちゃう、可愛い、もうあんまり猪之助ってなって好き、あ、意外と前日とか好きそうな、そういうギャップとか好きそうじゃない、そうじゃないの、やっぱ なんかイノシシが可愛かったたまにさ、鬼滅ってなんかいつもこうかっこよく描くけど、たまになんか丸
効果時々あるじゃん。ああいうのがすごい可愛いなと思って、伊之助は。もう本当に可愛かった。あんなにね、いつ、でも約束のネバーランドもね、全部見た。あ、それね、映画見てな。映画見てな。漫画全部読んで。怖い系、怖い系にしててもちょっと。でもね。できれないときに、家から出られないみたいな。そう、でも、映画までは結構自分も、なんか、怖いみたいな感じだったけど、映画の後の、あの物語がすごいなんか好きだ。アイカはそっちの方が好きだった。普通に面白い、感動って感じ、最後は。そういうことか。今はだから、ヨクネバと鬼滅と巨人かな、進撃の巨人読んだから。次何読もうって思って。次？あ、だからそのなんだっけ、鬼滅回戦みたいな。なんだっけ、呪術廻戦。それ流行ってる。それ、それ見てみたいなって思って。それね、めっちゃ流行ってるから。呪術は。呪術は面白いんだよ。何がやってんだろう。呪術廻戦おすすめだって。どういう話なんだろう。まあ、読みください感じですか。ナルト好きならハマるよ。ナルトがわからん。あ、ナルトね。ナルト昔じゃないの？気がする。私映画別にナルト好きで見るけど。ナルトって何？ラーメン？違う。ラーメンのナルトやけど、白い子のさ、ナルトのぐるぐるってしたらさ、忍者みたいな格好です。オレンジみたいな。そう。あー、分からんけど分かる。まあ、あとみんななんだろう、もともと知らないからないか。呪術も鬼退治だよ。だってあれじゃ絶対ハマるやん。だってそんなん言ったら役ネバもじゃない。あ、そうなんや。役ネバも、まあ、鬼じゃないけどそういう感じで、で、進撃も人間、巨人倒すじゃん。そういう系が流行るんだろうね。体重計。あと全部なんか森に囲まれてるよね。確かに。確かに。あ、銀魂ね。銀魂すんごい読みたい。銀魂はあれは何？バラエティなの？そうだよ、バラエティ面白い系だね。なんか映像、そのあれじゃん、橋本環奈ちゃんとかさ、普通の実写版っていうの。予告の。その嬉しいのとかの。あのやつちらっと映画は見てないけど、物語分かんなくない。ちょっと見て、絶対黒もろいやんと思ったけど、あんまり力あるみたいな。でも人気なんだよね、きっと。めっちゃ2位とかやってるから。あ、ワンピースアイカね、見てるわ。もう小学校からずっとアニメ見てる。日曜日ですね、毎週毎週録画して見てる。でも話やっぱ漫画の方が入るんかなと思って。結構さ、ずっと同じところじゃん、アニメだと。だから、確かに。ワンピース、なんかすごい長いよね。何回あるんだろう。でも、今テレビでやってるやつよりも、ジャンプとかまだ進んでるじゃん。うん。そりゃそうだと思って。何回あるんだろうね。すごい。1000巻、1000話まで行ったらしいよ。ワンピース、それ行くわな。すごいわ。暗殺教室とかだって。暗殺教室、懐かしい。コロ先生みたいな。あれ、それじゃなかったっけ。あれ、この先生じゃなくて。あ、確かにそれでもね、そんな気がする。見たことはない。映画かなんか見た気がする。あ、東京プールはいいか、あれ。ま、映画で見た。東京プール。食べるやつ。あ、そうや、それ。なんか、ちょっとグルー系のやつ。ちょっとグルー系なんか見れんかったけど、面白かった、結構。4月は君の嘘はないなぁ。ヒロ、ヒロアカも。ヒロアカって何？ヒロ、僕のヒロアカの見たっていう。知らない？もう、なんか、アニメで、ちょっと見てたけど。どういう系？なんか、どういう系？なんか、もう、なんか、なんていうの？え、まじ最初しか見てないからわかんない。青春映画みたいな。青春映画。え、ゆうかさんが好きなやつだよね。そうそうそう。とどろきとかいうやつ。とどろきって名前だっけ？忘れない。本当にちょっとしか見てないからわかんない。え、最初見て、あ、それもこれ面白いわと思ったけど。女の子が好き系、男の子が好き系？いや、どっちも好きだよ。そうなんだ。マジで知らないなぁ。あ、そう、ゆうかさんがハマって。トロロキくんね。やっぱそうですよね。トロロキくん。個性という特殊能力を持ったヒーローを目指す物語って書いてある。違う？何？個性という特殊能力を持ったヒーローを目指す物語。あ、そう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 。いろんな
個性を持ったヒーローがいてみたいな感じ。多分敵を倒す系じゃなくて、そうそうそう、そんな感じ。アニメは敵倒す系多いよね。そうそう。で、そういう系が似て。北斗の剣。古いよね、結構。北斗の剣。ああ。なんか全然アニメ。わからん、私。新鮮だけぐらいめっちゃ見てる。見返したもアニメ何回も、そのくらい好きになった。二人とも個性強すぎだって言うてどういうこと。もう分からんな、アニメはマジで、漫画も読まないからな、何かは。趣味欲しい。最近ほんと趣味が欲しくて。やめてくんかい。最近趣味欲しくて。趣味欲しくて、なんか、まあ、今はまあそれこそ家にいることが多いから、その学校以外は。なんだろう。まあ、漫画読んで時間潰してるけど、なんか趣味欲しいんですよね。いいじゃん。ツーリングとか。ツーリングって何言うの？自転車のやつ。サイクリング？サイクリング。いやー、ちょっともうね、自転車乗れないの。なんか、マジで乗れないの。え、じゃなんか、なんか、一回まず、まあ、ずっと中学校の時から自転車じゃなかったから、親の迎えしてくれたし、最悪だよ、それ。で、じゃあ、たまに乗るんだって。たまにはね、最寄りとかまでね、行けたんだけど、もうなんかパ、もうふくらはぎパンパンになっちゃうんだよね、片道行くだけで。だし、なんか、乗らなさすぎて、パンクしてんだよ、もう。入れても入れてもパンクしちゃうから、してそれ、なんかもう、いいやみたいな感じで、そのままパンクしたまま行くから余計なんかもう、疲れたみたいな。パンクすると全然動かないじゃないって。あるし、あと原付乗り始めたらもう乗れんくなった。でも逆にさ、原付って自転車乗ってて乗りやすいんじゃない？あ、その乗れるよ、あの、感覚って、感覚は乗れるけど、体力がないの、もう確かに、ね、足の焦げない原型ビーって思っ て、 ってクッてしただけで動くから、もう乗れないんだよね、自転車。わー、でも、結構原付はもう寒いから嫌だし、やっぱ車が一番みたいになっちゃって。冬はね、外で行きたくないからね。そうなんだよ、夏も汗かかるやろ。そう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 。あ、でも夏はまあ原付でもいいかなと思うけど、涼しいから風が当たって、まあいいけど、本当自転車は無理かな。趣味、まあ、ドライブはさ、別に外出ないからさ、まあ行けるけど、なんか人がいるじゃん、一人でドライブしたところでみたいなとこあるじゃん。趣味欲しいんですよね、趣味。趣味か、まあ、最近はパズルゲームしてる、ずっと。え、パズルゲーム、パズルつの、あ、パズルもすごい最近してるし、暇だしから、あとは携帯のなんか、マージャン覚えたら、マージャンかと、無理、ちょっと無理、もう今更覚えられん。なんでチェスも無理だもん。なんでよ、頑張ってオセロ。頑張ってオセロ、頑張ってオセロ。覚えなきゃ無理そうやっぱそうですよね。でもなんか最近はだから、あの、資格取るのにハマってるぐらい。あー、いいじゃん。そう、着々と資格取ってんの。へー、すごくない？いいじゃん。多分行ったことないけど、みんなに。へー、覚えなきゃ無理。人生ゲームしたら、人生ゲームしたい。もう一人でできるよ、人生ゲーム。あったけど、まだ意味ある。ちっちゃい子、ちっちゃい子にあげちゃったな。そうなんや。いとこが来やすいから。あとなんだろう、趣味。いや、もう最近マジでパズルゲームしかしてない、携帯の。なんかさ、瓶の中にさ、色がいっぱいあって、その瓶の中の色を全部同じ色にするっていうパズルゲームなんだって。パズルゲーム？パズルゲーム。それがおもろいぐらい。めちゃくちゃ。それも頭考えられる。それも頭考えられる。めちゃ考える。でも単純だから覚えれるみたいな。
将棋覚えて、将棋わかんないな。将棋わからん。書道。書道だって。愛が書道してたって言って、何歳か言ってた。あ、そう、書道。書道に、なんか、偽染め愛がしてたよ。え、そうだし、書道なんですよ。これ。あの、書道なんですよ、実は。マジで。何書いたって、字は。今年の目標を書いた。頑張ってください。頑張ります。あと、なんだろう。あ、でも、佐藤は、なんか、資格取ったんですよ、自分。佐藤佐藤。なんかあるね、1、2、3みたいな、そう、なんかそれもやったかな。そう、それぐらいだな、資格取るのにハマってるっていうか、取ろうかなみたいな感じ。でも華道もやりたいなぁ。やばいよね、自分すごい日本人みたいな。華道っていうの、なんていうの、花、いけばなとか。ああ、そうか。あ、そう、増加、増加。増加増加っていうのあれ。増加いけばな。いけばな、いけばな。いけばな、そうそうそう。なんかあるよね。なんかあるじゃん。テレビの番組にもあるじゃん。あるよね。あれもすごいよね、よくバランスとか。すごい、めっちゃ花嫁修行してる人みたいって言われた。でもそう、着付け。え、着付けのやつもできる？は、取るかな、確か。多分、分からないけど。じゃあ今度着付けしね。はい、取ったら。着付けしね。でもさ、着付けはできるよ、普通に。え？でもなんか、まあ、でもなんかあるじゃん。綺麗にする。やっぱ、検定を取らなきゃ分からない人とかも。検定はね。ちゃんとしたあれを。お料理教室は無理。いや、結婚するか。確かにね。そう思われます。やっぱ自分磨きみたいな。大事。仕事にもできるかな。女子力としては最高だから。仕事もできるかなと思って。ねえ、あいつもちょっと頑張らないな。無理だけど。最近はね、そうだな。ネイルアート、まあ、一時期めっちゃネイルしてたよね、アイカ。ネイルの資格取ろうと思って頑張ってたね、アイカ。なんか、あれネイルしまった記憶あるもんな、アイカ。めっちゃネイリストになりたくて、頑張ってた。なんかさ、東京のさ、時にさ、東京の秋会終わりかなんかでさ、ホテルどうしたなんかしかも、しかもなんかスーツケース、スーツケースか、スーツケースにもう、ネイルセットが乗る。めっちゃ重い。バカでかい、重い。しかもめっちゃ、ネイルも重いのに。それこそ持ってきてホテルでこうやってやってくれた。しかもさ、なんか予約待ちみたいな感じでさ、みんなにやってたよね。そう、懐かしい。あ、ちょっと待ってみたいな感じ。懐かしいな、みんなでよくやったんだけど、ネイリストじゃない。懐かしい、何年前やったんだけど、もう諦めたというか、ネイル人をやめた。ね、やってよ。なんかネイリスト、あんま飽きちゃった。飽きちゃった。私はちょっとやりたいことではなかった。それこそなんかなんだかんだ趣味探しはしてるけど、なんか定まんないんだよね、きっと。マジで定まんない。あやめろには競馬があるんだって。競馬ですか、うん、そうですね。今の趣味は競馬は検定あんの？競馬検定だよ。ないの？それがないと思います。あやめろさん、競馬楽しんどいてくださいだって。ええー、てかなんかあれやりたいです、やっぱり。私、麻雀をしたい。急に。麻雀したくない。覚えてほしい。アロマテラピーとかって書いてある。何？アロマテラピーの資格とか書いてある。アロマテラピーあれ？アロマテラピーやっぱ取るよね。匂いのやつ？うん？あれ違う？アロマって。アロマ？あ、匂いじゃない。うん、アロマ。なんか、なんだろう。例えば、なんか、落ち着いた時に、これをどうぞ、みたいな。なんか、なんかあるね。その人の匂いが。そうそう、そういうやつがあると思う。それも、取ってみたい。秘書検定、秘書検定は、もうすぐ取れる。やばくないか。何したんのマジで。なんかもう時間あり余りすぎて。役覚えないと。そうですね。役？役、マージャン。役って何だっけ？チーみたいな。そう、チーとかある。パパはやったことあるけどね。パパは結構。なんかあれですよ、そんなバリバリ麻雀とかじゃないけど、普通にただみんなで遊びたいなっていうぐらい。でもさ、SK 津田さんぐらいしかできないんじゃないの？
かな、わかんない、数三やってるよね。4人だっけあれって、4人じゃない、あと2人どうすんの、誰かドンジャラでええやん。だってドンジャラとマージャンの違いって何、わかんない、でも似てない、ほぼほぼあんまりわかんないけど、ワインソムリエ、あのね、かっこいい、え、かっこいいよね、もっとかっこよくない、なんか2年で見てくると分かるよね、こうやってこうやってやってみた、かっこいいよね、ワイン、かっこいい、え、何をする資格なのそれ、ワインの匂いとかを当てるみたいな、なんかワイン飲む人がめっちゃコロコロ匂いかかない、え、分かる、何やるよ、もう何の匂い確認するの、分かる、分かる、何やるよね、うちの親さ、めっちゃなんか強いからさ、いつも飲んでんだけど、なんか、みたいな。何の確認みたいな。何の話してんのみたいな。あ、おもろい。あ、レストランでおすすめのワインを提供したりするんだ。あ、二人麻雀あるんだって。二人でもできるらしいよ。そのワインを選ぶのよって。マージャンはテレビ出れるかもしれない、ん、マージャンはテレビ出れるかもしれない、そんなもそこまでは分かんない、なんかルールは何もなくかないけど、ちょっと分かんない、え、温泉ソムリエだって、それ楽しそう、おすすめの温泉を提供するの、すごくしない提供する以前に自分が入りたい、そんな感じかな、でもワインソムリエかっこいいね、なんか、ね、持ってたらさ、おしゃれじゃない、選んであげるよ、ね、おしゃれだよね、ちょっと食べたい、野菜ソムリエもあるらしいよ、何でだろう、もうそれ栄養管理士でよくない、うん、あるんですね、何時だろう今、そう、今何だろう、実は携帯使ってるとき、うん、よいしょ、工場心があるんだって、素晴らしい、素晴らしい、もう1時半だ、もうすぐじゃない、うん、まあ、来たら行っていいか、うん、いや、やっぱなんか取れるもん撮ってみようかな、でもなんかさ、免許とかもさ、あ、ちょっと、あとさ、あそこの免許欄全部見たいみたいな、おもちゃ派なんだって、あそこの免許欄ね、なんか、でもバイクはどうやって、なんかでも撮ってみたいなみたいな、だからなんか履歴書とかもあそこの資格全部埋めてみたいなみたいな、多分そういう感じ今、今だから多分、まあ、アイは大学生を見せそう。なんか教師の時にさ、めっちゃエソジとかをさ、トラックがめっちゃ飛んでたじゃん、でっか私が。すごい逆に、みたいな。アイエとかできそう。いや、でも、一回、なんか、大型二輪とかは撮ってみたいなって思う。なんか、うん、やってみたいです。運転してみたい。なんかあれだね、2年か3年経たないと遅く乗れないんだったっけ、二輪は。あ、2人乗れないんだか。すごい。あ、いや、バイクね、確かに。でもバイクそれだけ取って一回も乗ってない。まあでもさ、バイクでさ、仕事場に行く人ってそんないないじゃん。結局車じゃない。車持ってれば別にバイクは趣味程度になりそう。一回に見たんの借りる。一回に見たんの借りる。大型のなんかさ、中型とかなんか撮ってないと思うんですか、中型とか撮らないんだっけ、大型とかおしゃれとか、え、免許取って何年後じゃない、あ、そうだそうだ、そっちか、でもなんかもう全然乗ってないけど、うん、パパはなんかめっちゃ埋めてた、すごいマジで、多分ね、牽引は持ってないけど、うん、なんかめっちゃ埋めてて、すごい、谷輪とかも
確かに、あゆのお父さん、パパ、パパってそんな雰囲気で、ね、お会いしたことあるんですけど、あゆのなんかすごい好きなんですよね、そういう系が。で、なんかバイクとかは自分でなんかちょこまかちょこまか、なんか改造してた、いつも。あゆ、何でも似合うよ。でもね、言っといたよ、こっち来てって。あざす。あざす。え、誰かに言われた。昨日。そう。でも、あれ、マジで。昨日、ゆずっぽに、うん、私、今、携帯割れてんじゃん、うちカメが、うんうん。だから、あの、ゆずっぽに携帯借りてさ、写真撮ってた時に、うん、あと、若かりし頃の吉高さん見たら、みたいな。言われた。似てる。ちょっともう違くない？初期で。でも初期の顔も似てるもん。初期はあのマジグリーン。何？あれは片ファイを意識して、なんか。可愛いな。でもめっちゃあの時が一番あのグリーンだって。小学校で授業を聞いてるだけで、え、怒ってるって言われるの。なんか生徒に、なんか普通に黒板見て、こうやって書いてるの。そのまま、なんか書いてるだけで、え、なんか、愛ちゃん怒ってるみたいな。え、みたいな。何もしてないよみたいな。なんか、ただ書いてるだけなのに、なんか、女の子にも言われるし、男の子にも、なんか、なんて言うんですかね、なんか、お前、キレんなって、みたいな感じで、ぶち折れて、いや、キレてないんすけど、みたいな。もうその頃からの、まあ、でも変わりましたよね。悩み。もうあ、本当に変わった、はいはい、タイラーでかいですけどね。えタイラーはでかいですけど。こっちの方して。こっちの方してほしいな。本当になんか切実な悩みですね。アイデアとか書くの面白いかもしれないから絶対あるはずなんだよね。なんかす絶対1年前のナナディーズライブの時にアレベルが遅刻してって遅刻じゃない遅刻じゃない違う遅刻ではないですけど多分メイクして行ったじゃん、うん、バス乗ったじゃん、うんアイフェスだけだよ、それアイフェスだよアイフェスだよで、なんかみんなでちょっと待って、止まってるあ、本当だ、固まってはいはいそれですね、はい、それですねアイフェスの時に、まあ、みんなでロケット持っていくみたいなめっちゃ前メイクの映画から時間めっちゃギリギリで入ってたんですよしかもでもギリギリじゃない、もう時間超えててで、みんなが誰みたいな。なってて、その車の中では、うん、誰みたいな。そう太田かみたいな。だし、みんなでなんか一回、もう、切れた風にしようみたいな。そうそう。なんか、彩香にドッキリ仕掛けようみたいな感じで、で、なんか、彩香バーって入ってって、そしたら、ごめんなさい、みたいな、遅れました、みたいな。そう、みんなもう、切れてる風なの。そうそう。え、遅いんだけど、みたいな。そう、で、なんかみんなに。やばい、怒らせてる。と思って遅いんだけどみたいな言われてでしかもプラスアイカが事務所に携帯忘れてまあ、パニックみたいなみんな怒ってるしみたいなしかも事務所に携帯忘れてもう携帯ないとかもう無理みたいになって、うん、もうそれと重なってはマジ最悪と思ってもうアイヤにえ早く謝ってよみたいな誰か忘れたんだけど、なんか、最後に、なんか、愛花が、なんか、ちゃんと謝ってみたいな、ちゃんと謝ってみたいな言われて、だから、謝るよみたいな、言って、怖ーって、やばい、愛花、ガン切りじゃんみたいな。そう、ドッキリなんですね。ドッキリなんですよ。ガン切りじゃんみたいな。こっちは、携帯忘れてるし、みたいな。もう、それどころじゃないけど、みたいな。誰かさ、動画撮らせよね。誰か動画撮ってたよ、それ確か。そう、あ、違うじゃない誰かが動画撮ってて、怖い怖いって。
ですよね、本当に。いや、ドッキリですからね、うん、ドッキリ。まあまあ、面白い、うん、まあでもね、面白かったですね、あれは。そう、懐かしい。おもろいな。じゃ懐かしいないですもん。そう、やりましたね。やりました。あと、なんだろう、うちが。え、なんだろう、絶対、もっとある。本当に切れてた説。あ、いやいや、その、若干切れてた。半分ドッキリで、半分切れてた。やば。そう。だから、あんまり大変じゃないから。確かに。本当に切れてるからこそできた絵みたいな。そこで、え、でも、あやか、一回だけあやむらに切れたことあるよ。なんで、え、でもあやか、一回、研究生の頃だよね。だから、ララとあやかが、ほんとに、なんか、ちょっとうるさすぎたんだろうね、たぶん、しばちゃんに。違う、あの、ね、MC でね、パーティーが始まるよ、公演の MC をみんなで考えてるときに、二、うん、人だけめっちゃなんか、あ、ララと遊んでて、そう、めっちゃ喋ってたんだろうね、研究生で、多分これだけ怒ったの、ガチで。起こしたのこんだけ。これはマジドッキリとかね、ガチガチで。あいかもあん時が多分 SKE の中で一番そうなんか初めて切れたと思う。マジでそう、めっちゃ怖かった。めっちゃ遊んでて、そう、マジ聞いてるみたいな。なんかおいみたいな。おいって言われて、待って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 私たちだよねこれみたいな。さっきって言ったらもうめっちゃ怖い。めっちゃ辛いよみたいな。本当に申し訳ないですね。子供でしたね。まあ遊んでたからね。それはそれは悪いですね。ごめんなさいって感じですけども。まあみんないた、あん時はみんないたね、うん。多分誰も辞めてなくて、うん、本当に年上の子たちとみんなで話し合ってた時に、ね、楽しかったですね。懐かしいですね。いっぱいありますね。懐かしいです。はい。まあおもろいですね。相変わらず、にぎやかだな。にぎやかですよ。相変わらず、アイアの映ってないから。何？本当だ。ずっとこの選手が。本当だ。映ってんのに、こっち。見えてんのかな、みんな。そっちは見えてんの、ファンの人は。ファンの人は、アイコの画面見えてんのかな、アイアの方面。多分見えてるって言ってたよ。あ、そうなの？そう。見えてる。ほら、やっぱ見えてるって言ってる。よかったです。君ね、よ今でも仲良くできるなって。いや、もちろんですよ。なんかビジネス書仲みたいな感じやってましたけど、もともと仲いいですからね。だからなんでそもそもそれが始まったのかも覚えてないんですけど。なんだろう、ね、だってさ、なんかさ、なんて言うんだろう、だから睨む写真とか撮ってたよね。なんかさ、うん、もうかのちゃんとかはさ、もう触れられない感じやってやん、当時はね、愛香はね、愛香とかのちゃんは。でもなんか別にあやめろは全然そんなもなかったし、うん、別になんか喋ってたしね。うん、写真も撮ってたから何なんだろう、なんで始まったのかも分からない。きっかけが分かんないで、あ、よし、ダンバンマンだ。全然分かんない。よし、それなのね、それなのね。え、懐かしい。なんかちょうど多分アイコから始まったのかどっちか分かんないけど、なんか、え、違うよ、元は、元はそれじゃないよ。元はアイアがアイアに対してめっちゃヨッシーでアイアが言い返したらもうアンパンマンだよ。そのファンがもうヨッシー VS アンパンマンのこれはね。え、じゃあアイアが蹴りくる。これはもうね、これはこの親指はその後だから。しかもなんか公園で言われたし、誰かに、あ、だけど誰かに言われたし。同期？え、同期じゃないかな。誰か、何、親指に似てるって？そう、誰かに言われたの、暴露されたの、しかもこうやって暴露されちゃって、誰だっけな、忘れましたけど、めちゃめちゃ面白かった。面白い。そう、懐かしい。そっからですね、多分。そう、おもろい。もうそんな感じでなくなりましたよね。いや、おもろいね。本当に、やめてくれよ。だって誕生日プレゼントにさ、よしよし、いないよ。なんか、すごいね、お菓子の詰め合わせみたいにいっぱいくれたんだけど、上に、なんか、こう、紐のところにキーホルダーつけて、よしよ。いないいない。そっち主張激しすぎるから、メインじゃないから、みたいな。おもろい、ほんとに。ほんとに懐かしい。懐かしいですね。ほんと、研究生の頃でね、そうですね。めっちゃ懐かしい。好き勝手やってた、うちら、本当に。本当に。あ、おもろいな。あやるわって。愛のある、いじりですね、お互い。愛はないよ。愛はないよ、そんな。愛はないよ。おもろいよ、本当に。
誰だったかの親指言ったのって。わかんない。こういうに言われた気がするんだよね。誰だっけな。絶対ケツじゃない。ケツ、そうケツ、ケツ。忘れた。アイリーとかじゃない。アイリーかな。言いそうじゃん。めっちゃわかんない。忘れた。なんか言われた思いやる。ほら、ミズのアイリーって言われてる。まだ大丈夫かもしれない。あ、もう本当に懐かしい。そこに愛はあるんかい。うまいことだね。ああ、ほら、本当に。ネットで調べたらアイリって記事は出てきた。じゃあ相手よ。アイリやったわ。やめて。アイリやったわ。おもろい本当に。いや懐かしいっすね。アイリは言いそうですね。いや懐かしい。やっぱ思い出話すの懐かしい。おもろいね。じゃあなんだろうな。あとアイリが主になんかもうアイリは経験生の頃なんか先生みたいな感じだったの。どういうの？もう先生だったの。もうなんかもう自分で思ってるでしょ。私先生としてやっていこうと思ってたから。友達でしょ。え、なんかすごい。研究生、研究生すごいことなのよ。でもその前に研究生やからいいか。研究生でまだそんなね顔も何数回しか会ってもないのに、しっかり周りの子たちを見つつみたいな、自分のことで普通精一杯なのにね、周りのことを見つつなんかいろいろメモったりとかして、すごいいろんな情報を伝えてくれるの、もう先生と思うぐらいすごかったのよ。だからね、本当にでもめっちゃ力入れてたでしょ。え、でも、え、じゃあ今充電の問題です。ちょっと待って、充電するわ。えら、ぶっちゃけぶっちゃけ、いやでもぶっちゃけ、もう制服の面のあのあったじゃん、なんか審査みたいな。あ、あったね、ダンステストでしょ。あ、そうそう、ちょっと待ってね、うん、懐かしい、あったね。え、懐かしい、しかもさ、なんか脱落生みたいな。そう、ちょっと待ってね、なんかその名前呼ばれるのにみんなに会うかみたいな。あ、そう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 。一番最初に恐怖だと思う、マジアウトみたいな。かわいそう、かわいそう。やめてあげて。まあ、そういうのもありましたね。懐かしい、いろいろありましたわ。最初のはね、ダンスのレッスン。基本のこともね、いろいろ入れて。いろいろ入れて。だから、なんか、あれだったな。情報が出した。なんか、まあ、そのオーディションの時は、もう自信しかなかった。もうね、アイエンだって最後は残ってたよね。でも、まさか、なんかあれ、覚えてるんだよね、なんか。一公演して、うん、その後もう一回じゃあ主人公でありますみたいに確か言われて、うん、当時ハタゴンと、あと誰か残ってて、うん、でなんかえみたいな、うん、もう一公演で終わると思ったから、そうだよ、ね、めっちゃしんどくて、なんかもう一回やりますって言われて、うん、あ、無理だみたいな。もう無理だ、ないそうそう、無理だと思ったら、うん、そう合格したんだよ。すごい難しい。でもその7期が一番最初なんだよ、劇場公演最速みたいな。そうなん、なんか SKE 歴代で。誰だかそれ。え、じゃあ愛華が最初に入ったじゃん、うん、公演出たじゃん、うん、なんか SKE の歴代で、うん、でも7期がその、うん、公演にすぐ立ったんだ。そう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 、しかもその後も結構バババババって出たじゃん、ね、そうだからみんな多分めっちゃ早いんだよきっと。へ、さすが7期、ありがとう。若い、しかも、ね、めっちゃそう若いしね、7期だけ。そうね、今でも多分ね、初期とかよりも多分、うん、まあ、一緒かちょっと上ぐらいじゃない、ね、あっちが。いやー、ほんと。懐かしいです。懐かしいです。え、好きやな、やと。お。ん？ 7期は若いよ。あ、好き、ありがとうございます。ほとんど中学生、確かに中学生だった。だって中1だったもん、いいか。早く中 2? やばいよ ね。もう大学生やで、うちら、うん、やばすぎ。あー、来た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 ー、どうぞ。じゃん、あ、え、逃げんの、あ、閉めるの、来たー。え、すごい、今走ったので誰かわかんない、すごいね、みんな。え、分かってた、すごい。うん、マジ、アノナでーす。やめて、やめて。アノナ、誰に待った、あなたを待っていた。
やめて。どういうどういうそれで。テーマジェットコースター。意味が分かんない。今ね7期の思い出を話してた。そう。7期のうちらの思い出。あやかコモの思い出あるよ。初期のメガネとラーメン。メガネとラーメン。え？に笑ってるの。初期の思い出って言ったらあれかと思った。メガネとラーメンじゃない。めっちゃ思い出してくれ。言うのかと思った今。やばいだ。言うのかと思った今。勉強やめろや。謝るじゃないよ。違うよ。今言うことやめろ。奈々ちゃん。奈々ちゃん。奈々ちゃん。違う。もう一人いるけどな。もう一人。謝るじゃん。てか、あやかもかかってるかもしれないけど、もう一人いる。やめてるけど。何？それはもう話せていこう。何？ダメだ、これはここまで持っていこう。ここまで持っていこう。今までその話するの髪切ったやと。髪切ってない。髪切ってないごめんなさい。びっくりした。でもさっきはアイフェスの時のアイメロ遅刻事件の話。あー、今すぐやってん。だってよ。謝って。2時まで。2時になったら終わる。2時になったら終わります。よいしょ。じゃあ炎のお話ししよう。だからラーメンとメガネのイメージ。ラーメンは何？でもこれ話いいかな。初期の話していい？いいよ。なんか炎のはこれの話以外やつ。分かった。炎のはなんかあれだよね、まあ、みんなそうやったけど、なんかレッスン上って鏡越しで、まあ、ダンスとかするんですけども、ほのは多分自分の顔なんか鏡を見て多分踊れなかったんだよね。その時笑えなかった。そう、あと笑えなくて、だからなんか何が好きってダンスの時言われてて、ラーメンが好きですみたいな言ったから、ラーメンの絵を印刷してきて、それを鏡に貼ってそのラーメンをずっと見て美味しそうだなと思いながら食べたいなっていう気持ちになりながら踊りなみたいな言われて、それでやってて、そう、一種類じゃないから、そう、ナイスラーメン、ナイスラーメン、何種類か貼られててみたいな。めちゃめちゃ懐かしいよ、ね、めちゃ懐かしい。それそれは懐かしい。鬼ごっこしたやつも炎のが最初だったっけ。鬼ごっこしてた。うん、みんなで鬼ごっこしてたじゃん、自分所で。おかしいだよ。え、違う違う、炎が原因ってのもおかしいけど、なんだっけ、炎がさ、なんかそういうなんか、あ、鏡見て踊れないみたいな、なんか悩んでたじゃん、うん、結構、なんかそれ一人の問題じゃなかったじゃん、なんていうの、なんか先生もさ、みんなのいる前でじゃあどうしようみたいな感じでさ、みんなで悩んでたからさ、なんか、その時じゃなかったっけ、じゃあ鬼ごっこしようかみたいな。全然覚えてない。したじゃん。それが原因だった気がする。なんかみんなでじゃあもっとなんか楽しくやろうみたいな。なんて言うんだろう、その仲良くなろう。あ、そう、なんかまあ交流がなかったからで、なんかそう、それなんか仲を深めるためにやろうみたいな。そうで、みんなで難しい、ね、レッスン上で鬼ごっこ。あ、今日新品の靴なんだ。急に可愛い。なんかさ、うん、一人できた人から、合格した人から、ね、抜けてくみたいな。そう、抜けてご飯食べに行くみたいな。覚えてる。なんかあったような気が。一生やってたからね、ご飯食べて。一生合格できるんだった。だからもうタイムオーバーでご飯食べた。そう。そう。あいこ、マジであの制服の目しか覚えてない。難しいね、朝。脱落方式で。脱落式のゆうかさんが。ゆうかさんが。浅い街アウト。やめて。あの時食べちゃう。自信満々だったけど、マジでさ、直受けてたね。難しい、みんななんか子供だったの。あとパーティーのテストもしたくない、公園のテスト。え、アイメロ固まったって。え、嘘やん。あ、動いたらしい、ごめん、なんでもない。パーティーのテストもやったよね。パーティーの懐かしい。やったっけ。え、やったじゃん。言ったじゃん、大人たちの番でやったじゃん。え、なんかパリオはエメラルドのイントロのオーディションして。え、やったやった。
懐かしい。あとあれもやった、あのさラムネのさ飲み方でさ、あいやい来たじゃん、あいやいやさ、なんでさちょっと遅刻してきた。研究生がなんかラムネ、まあ、人も多かったし、あんま誰じゃなくて逆に目が昇格した後、そうだからなんか研究生だけでラムネのやってたんだけど、なんかアイコンもラムネ出なかったから、ラムネ出なかったから勝手に参加してみたいな、でもちょっと遅刻遅刻するなよ、ちょっと遅刻したってしないで、でもちゃんと踊って合格もらってみたいな、ね、出た思い出がある。私めっちゃ覚えてます、いろいろ出てくるよね。うん、いやでも前なめるの特徴わかんない、アイムラの初期が、アイムラの初期はさっきなんか静かだったじゃん、初期の方が、え、うるさかったよマジ、あのなんかララとかといた時はめっちゃわーって言うけど、一人で言う時はもうほんと静かなんか最初さ、アイクとララちゃんがさずっとさ、仲良くてさ喋ってて、なんかまだ仲良かったね、あのそうそこまでララちゃんってそう仲良くなくてみたいな、でもそこから仲良くなってから、うん、もうあ、まあ、ララとさ、アイアイがさ、ニコイチみたいな時あったよね、でも最初だよね、なんか関わりあったんだよね、うん、なんか多分関わりがあってずっと入る、うん、あれじゃない、キスダメかなんかでずっと一緒にいたイメージ、じゃあなんか あれなんよ、多分始まっ SK の前からなんかちょっとあって、あ、関わりが多分それでもあったしみたいな、カノちゃんもそうだよね、いや、カノはいくらでも話せるよ、なんかもうあのさ、オーディションもなんか写真もう合格しましたってなんか集まったじゃん、この事務所にバーって集まって写真撮るときに、一旦なんか隣の控え室でみんな待っててくださいみたいなときに、ララはめっちゃキリキリに来たのめっちゃ覚えてるんだけど、でそれでなんか話そうってなったときにもうシーンってなるから、なんか野島が急にえ、みんな何部だったのみたいな感じになってみたいな、何部なのみたいな、中学生だったから、その何部なのみたいな話をしだして、やっぱこの子やっぱすごいなと思ったと思って、やっぱこの子、なんか動画を見てても、なんかもう人一倍輝いてたし、確かにしてたしさ、そう、だからやっぱこの子自分にすごく自信があって、すごくすごい、あの、なんていうの、なんか才能がある子だなって思った、もう幸福なんだろうなって、そう、すごい輝いてた、なんかさ、最初のオーディションでさ、3人ずつさ、面接あったじゃん、3人ずつなんか話し合ったじゃん、アイカはほのかです、20の時、その時もカンちゃんと一緒だった、そうなんや、へぇ、ほのとカンちゃんが隣で、なんかカンちゃんその時から柱カンです、すごいね、もうこれ言ったらアイカさんもそうだよ、野々垣みきちゃん、へぇ、そう、ののちゃんと、あとハタゴンと、へぇ、あと普通に落ちちゃったけど受かってた子、まあ辞退しちゃった子っていうの、けどの子がいて、もう一人しか落ちてなかったその時、すごいね、あの出てたもん、ユナと一緒だった、へえ、それだけくらいかな、すげえ、あ、面接の時は違ったけど控え室がユナと一緒でしたね、控え室でジャガリコかなんかかかってたよ、みんなに、でもハタゴンもね、あ、え、アイエイと喋った記憶があるんだけど、え、ないよ、あるよ、もうアイエイがアイエイが喋ってるとこ見た、オーディションで、なんか誰かがアイエイになんかすごいスーツすごいですねみたいな、スーツみたいなやつ着たじゃん、踊り、そうそう、だからスーツの踊りした時か、そうそう、多分、え、ずっとさ、須田さんの話してて、踊るんですかみたいな、あ、そうだそうだ、みんな何するんですか、踊る予定だったんですよみたいな、練習したんですけどみたいな、ほんと言ってるのめっちゃ覚えてる、で、ののちゃんが落ちちゃったことをずっと須田さんの話してた、大好きだ、大好きだ、さすが、もうその印象しかないもん、だから、え、8期見た時、えみたいな、すごいみたいな感じだ、あ、27分ということで、じゃあまた皆さん、そうですね、皆様長い間ありがとうございました、ありがとうございました、はい。